ポートレス若松、現在の気温は11度、風はほとんどなく、穏やかな競争水面には選抜戦第11レースのメンバーが登場しています。1号艇香川の平山千佳、2号艇東京の山田亮太、3号艇福岡の溝口美希也、4号艇山口の前野良一、5号艇静岡の野永瀬正隆、6号艇岡山の竹上真嗣です。1コースには1号艇平山千佳、優勝した芦屋の混合戦に続く優出はなりませんでしたが、勝負強さ見せています。そして2コースから鋭く迫るか、2号艇山田亮太です。3コース、地元3号艇溝口美希也は気力もリズムもじわり上げてきています。本番も4コースには5号艇野永瀬正隆です。2艇が引きます。5コース角に4号艇の前野良一、そして最アウト準優メンバー5人が相手です。6号艇竹上真嗣、体型は4対2です。インコースから1番2番3番5番4番6番の並び、スタートしました。選抜戦の第11レース、インから1号艇、さらには3号艇の溝口も出ていきます。1周1マーク、1号艇の平山が逃げる、外を攻めるのは3号艇溝口、そして2号艇の山田、バックストレッチは1号艇平山のうち、へさきがわずかにかかっています。2号艇の山田、1番2番のトップ争い、スタートは前提正常でした。1号艇平山の内が入ろうと2号艇の山田、一周の2マークは抑え込んで1号艇の平山が回ってくる、内側から2号艇の山田、直線コース、1号艇の平山は2マークアクシデントとなってしまいました。レースは2周目に入っています。先頭は2番と3番のトップ争い、1マーク2号艇の山田が回る、そして3号艇の溝口とバック側です。先頭は2号艇の山田が前に出ました。なおこのレースですが、1号艇平山千佳は転覆のため失格、1番は転覆のため失格となっています。2周2マークの旋回、ここは自己艇レスキュー艇を避けて回ってきます。先頭は2号艇の山田亮太、3号艇溝口美希也が2番手、その後ろ3番手は4号艇の前野良一、後続は5号艇野永瀬、最後方に6号艇竹上です。最後のバック、先頭は2号艇の山田、2番手が3号艇の溝口、4号艇の前野が3番手、上位の3艇は2番3番4番です。2343連単のオッズは 257.1 倍を指しています。ラストターンマークの旋回です。ここも自己艇レスキュー艇を避けての旋回です。2号艇山田、3号艇溝口、4号艇前野の順で間もなくゴール。先頭2番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン。なお1番は転覆のため失格となりました。